俺たちも近辺海域に入った。船内のホールで合流しよう。了解、向かうわ。あ、そちらで会おう。以上。見えた、クイーンゼノビアだ。あっちゃ、いきなり沈没寸前だけど。気をつけろ、水中に何かいるぞ。気楽だったのにね、クリス。ああ、レギアソリス照射の影響でヘリの放送系がやられるとはな。本当、停電より立ち寄るよ。いつまで続くのよこいつら。狙いを外すな、キリがないぞ。旋回する、振り落とされるな。ゼノビアに乗り込めそうなポイントを探すぞ。ここなら乗り移れそうだな。ジェシカ、合流地点へ急ぐぞ。あら、沈没寸前に乗船なんて二度とできない経験よね。BSAA 諸君、よくぞレギアソリスを阻止した。今こそ話すべき時が来たようだ。このゼノビアに隠された謎、我々が求める真実を。真実だと？聞きたまえ。一つ、そもそもなぜ今ゼノビアは現れた？どうやって1年も地中海をさまよい続けた？手品でも不可能だ。二つ、テラグリジアパニックの主犯たるテロリスト、ベルトロはどこへ消えた？そいつはお前に聞きたいぜ。ふん。そして三つ、レギアソリスまで使ってゼノビアを消そうとする者がいるのはなぜだ？疑問の裏に隠された不都合な真実、今の君たちなら導けるはず。それこそが。ジェシカ、なぜ撃った？撃って当然よね、仲間が狙われてたのよ。死ぬのはまだだ。何？レイモンド？なぜなんだ？どうしてお前がベルトロを語った？
どういう意味だ。探せ、テラクリジアの真実を。